あの歌よいしょだ。オッケーオッケー。中大的は、おーい、テラです。そう、今日は8時に起きる、起きようとしてた。マジ危ない。金曜日のおはよう、おはよう、今日は金曜日ですよ。おはよう、いい天気だよ。お、今日は晴れだよ。今日は晴れです。おはよう、明日握手会で、お、待ってます。てっちゃんかわいい、ありがとうございます。おはよう。急な間違いだ。今日は学校ありますよ。完全に忘れてたぜ。危ないところだった。50カウントありがとうございます。土曜日って課題。それな、金曜日だと気づいたのは6時50分ぐらいに起こされました。それで気づいたぜ。あー、 You are cute、 ありがとうございます。そう、まじ朝配信せんかったらもう配信ができないところだった。危ない。そう、今日は夕方ができないので、そう、マジ配信の逃すところでしたわ。危ない、危ない、危ない。土曜日だって握手会、そうよ、3連休かと思いやったわ。危ない危ない。おはようございます。イエーイ、おはようちゃんます。船はまっすぐ進むよ。おはよう。おはようございます。新鮮マルさん、お、バラありがとうございます。ホワイトチョコありがとうございます。お、ジジマくんおはようございます。あ、そう、買い物、握手会の服を、昨日も選んだんですけど、その時に、喧嘩しながら選ぶっていう、あれです、話。そう、もう、意見が合わなすぎて。めっちゃおもろいですよ。アリサが、握手会なりきるって結局聞くんですけど、そう、ママが選んだやつに否定するっていう。そう、そのパターン、そう、聞かずに自分で選んだらいいんですけど、そう、何の服があるかわからんけ、一旦聞きたいんですよね。一旦聞いて、そう、ヒントを得てから、そっから自分の思考をプラスしてっていうやつなんですよ。そう。そう、つまり反抗期ということです。サイモンさん、かわいい、ありがとうございます。豪華のジョロさん、ホワイトチョコありがとうございます。あ、雑誌最近買ってないの。どうしましょう。あかりさんが表紙のレイから買ってないですな。はあ、来月の、お、サントシー待ってます。電話くよろしく。今日は8で、明日は明日は特に何もなくて、セカンドシングルの握手会なんですけど、そう、セカンドシングルの握手会で STU 祭で、10日は握手会のどっかの部で
お下げをするっていう感じに、ね、なってたね。ねえ、なってましたね。忘れないように写真撮って、カレンダーを写真撮っていきたいと思います。で、10が握手会のどっかでお下げをするというあれですので、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。明日の配信はめっちゃ早そう。明日の配信は一部が始まる前だな。一部が始まる前で、おさきよろしくお願いします。ドラマも楽しみ、やった。あと STU 祭もあるのでね、何するかは想像がつかないと思うんですけど、そう、お楽しみに。あ、長浜ネイルさん、そう、それツイッターのニュースで見た。いやー、びっくり。びっくりピーマン。おっすー、5時はない気がする。もう前乗りで行ってるから、7時ぐらい。いつも通りじゃないか、7時かな。一部が9時ぐらいがね、9時半か9時よね。ってことは1時ぐらい、1時じゃねえわ。7時か8時かぐらいかな。アック先生、おはよう。おはよう。あ、振り袖の髪型好きだった。おー、嬉しい。あれ自分じゃできない。あれ、あー、なんかあれのシンプル版だったらできる。なんかあれは振り袖用に、なんかさ、ふわふわ、なんかふわふわみたいになっとったじゃん。あれをふわふわじゃなくて、なんかシンプルにチョンチョンチョンって、ただの二つ団子になるんですけど、ただの二個団子になるんですけど、それだったらできるかも。一緒にコンサートを申し込み？わーかなー、いつ？いつや？おはよう。同室だよね。誰だ。でも最近一人部屋だよ。最近ずっと一人部屋やな。なりあるな。に、明日明後日は暗闇で始業式やった時の会場やな。あー、流通センター。そっか、暗闇でテープカットした時や。あそこか、思い出した。みやこ先生、ホワイトチョコありがとうございます。あ、1回と2回、1回と2回に分かれてることか。そっか、じゃああれだよね、あの全員そこの同じ空気におらんってことはね、1階と2階やけ。わあ、マジか。全然来てもらえないじゃないか。皆さん、おしましでもいいので待ってまーす。待ってまーす。おはー、一人余裕だよ。一人だったら、そう、結構いい感じ。あのショールームをさ、毎日さ、そう、先方とかと一緒にお部屋になったらさ、あのめっちゃさ、申し訳なくなる。集合時間の1時間ぐらい前に起きてさ、せっさかせっさかやってさ、そう、ショールーム始めてさ、もし起こしてしまったらって考えるくない。だけ一人だって、一人の方が良き。こんにちは、こんにちは、やっほーい。広島の時みたいに並びがぐちゃぐちゃだったら、あ、確かにそうよね。そうよ、選抜メンバーとかと近かったら、やっほー、やっほー、やっほーとかやって来てくれたらいいなと思ってますな。
帰るよね。みゆみゆとかだったらいいですよ。みゆみゆとかだったらさ、めっちゃ朝早くからやるじゃん。だって一緒にできるじゃん。そうそうさ。握手会、土日お仕事頑張れ、お頑張ってください。一人目だとベッド上でポトラーマや。確かに、まあめったにやらんけど。確かに。日曜日どこかで現れます。お待ってます。待ってます。香港から応援します。ありがとう、マキさん、ありがとうございます。しっかり並んでお客さんを、そうだね、たくさん並ずっと並んどって暇そうな方とかをヤッホーってやって、そう、押し増しにね、剣を使ってもらえたら成功や。はちみつ王でいるから。あっこ先生待ってます。待ってるぞい、必ず行こう。やいさん待ってます、ありがとう。イエーイ。隣のレイからなしだぞー、なしだぞー。ただ話なしやぞー。お付属中、シュウさんも会いに来てください。待ってます。全力で釣りが。どんな顔や。難しいな。あ、日曜日の握手決まった。あ、言っとったね、10よね。やばくない。まだ券が届いてないって。どうするんですか、すぐ分からない。やばない、遅ない。話したかった、おしまし使ってきなさーいってな。そう、おしまし使ってきなさーい。きなさーい。就職終わるまで行きます。あ、終わったら行きますか。いつの間にかかる。了解、頑張ってください。応援してます、就職ファイティン。マキさんもまた会おう。待ってます、香港から。いつもありがとうございます。感謝してます。また出席、あ、そう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 、また出席カードを渡すので読みます。また宿題配信があるな。1ヶ月後に福岡で会おう、福岡で会おう。そっか、福岡で待ってます。隣のねクリちゃん、確かに DD やからな。DD やから。明日会える、よろしく。ビザさんもよろしくお願いします。おはよう、おはよう、おはよう。朝ごはん食べたから出遅れてた。出遅れた。アリサも気づいたら気づいたら今日は日曜日で、日曜日では。金曜日で、そう、超スピードで準備をしたので、まだ朝ごはん食べてない。宿題配信結構ね、宿題配信面白いね。そう、アリサが どういう考えで書いたんかわからん質問があるので結構いいですよ。そう、あともうちょっと質問があるよね。あと何書いたか全然忘れましたわ。何書いたか忘れたけど、そう、宿題よろしくお願いします、提出をよろしくお願いします。緑出た、それだ。ダダン。え、レーンまだ決まってないよね。レーン出てないですよね、まだ。レーン出たら早く確認しないと。ではキャッチフレーズいきます。アリちゃん推しになるのはアリー、アリー、アリサ号出航。はい、ありがとうございます。中学2年生のアリちゃんこと峰推しアリサです。イエーイ、イエーイ、ピース。イエーイ。
とうございます。そしてそしてじゃあスペシャルギフト2枚2枚だらん。シーチマルー、マキさん、ミャンコ先生、福岡のゼロさん、サイモンさん、あーとっ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 とシーチマルさん、ヒラツグさん、てっちゃん、ありがとうございました。よし、ではランキングいきます。13位シーチマルさん、12位ヒデジローさん、11位サイモンさん、10位ナルヒさん、9位キズナックさん、8位ナナパンダちゃん、7位カンちゃん、6位金魚ちゃん、5位マキさん、4位福岡のゼロさん、3位てっちゃん、2位平野雄一さん、1位は1位はダビットソン、ありがとう、イエーイ、ダビットソン、雄一ダビットソン、ありがとう、ありがとうございました。では今日は夕方がそうもうできないのでなしですね。今日はなしで、明日の握手会の前の朝になりますが、よろしくお願いします。明日明後日だよね、明日明後日は握手会よろしくお願いします。イエーイイエーイ、よかったら会いに来てください。ではバイチャラポーイ金曜日頑張ろう、バイチャラポーイ、ありがとうございました、バイバーイ、行ってきますわ、バイバーイ。